どうも、なぎです。どうも、変な親父です。はい、どうも、マッスイです。はい、というわけで、今回は、全身配信者なら、基礎ステータス、プラスアルファの情報だけで、キャラ当てれる説、こちらをやっていきましょう。おぉ、ステータスクイズか。うわ、もう、自信ないわ。まあ、今回の企画、簡単に説明していくと、基礎ステータス、要は、基礎攻撃力と基礎 HP と基礎防御力、この3つと、必要原子エネルギー、そして突破ステータス、この5つの数字を聞くだけで、キャラクターを当てていくクイズ企画となります。なんか、なんとなくステータス高い低いぐらいしか把握してないから、そう。わかんねえかもな。では、今回はね、うちの編集者のリゲマルさんにクイズを出題していただくので、俺も回答者側に回ります。お願いします。よろしくお願いします。恥はさらしたくない、恥はさらしたくない、負けたくない。あーさあ、俺もこれ苦手なんだよな、どっちかっていうと。全キャラ育成勢って言ってるんだ俺は。自称自称自称。では1問目いきます。はい、よし来い。 HP12907、 攻撃337、防御789、必要元素エネルギーが90で、突破ステータスが元素チャージ効率 32%。 なるほどね。あ、まあ、はい、これはさすがに、はい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 、わりかし基礎攻撃力高めの、まあ、原茶突破ってことね。割と分かりやすいかも。これ外すやつおらんでしょう。外したらね、恥だ。いや、怖えな。どうしよう、合ってるかな。これだけ言って間違ってたらクソはずい。それでは回答の方をお願いします。せーの、雷電将軍。雷電、はい、全員雷電将軍ということで全員正解です。よし、まあ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 、チュートリアルですよこんなのね。突破原茶は分かりやすかったな。これ外したら原神配信者だ、乗るのやめた方がいい。2問目以降自信ねえ。いや、尖ってるキャラがいいな、ほんと。それでは続いて2問目参ります。 HP13348、 攻撃296、防御807、必要元素エネルギーが60で、突破ステータスが元素熟知。なるほどね。あ、 HP 高ないか、ちょっと。多分この HP は相当、まあ相当高い、まあ高い部類ではある、はい、まあおそらくレアリティは星5だろうな。ステータスが平均的に高いから、これで違ったら味だ。あっち、これ自信あるわよ。お、自信あり。ありわよ、ありわよか。あ、多分同じなはず、増井さんと。多分こうじゃないかなとは思うけど、いや確信まではいかんな。それでは皆さん回答一斉にお願いします。せーの、カズハ。はい、で、カズハ。カズハでござる。全員カズハ正解です。よし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 、よかった。まあ熟知だよね。熟知でエネルギー60で、まあステータスもね全般高かったから、後期キャラとかになるともっと HP とか防御力が低いし、近接系キャラかなって印象のステータスですね。いや案外いけるね。あ、余裕か。こんな感じで続くだろうな。続けばいいな。じゃあ続いて3問目参ります。 HP が9787、攻撃160、防御669、必要元素エネルギーが80で、突破ステータスが HP になります。ひっく、まあ、星4キャラだな。 HP なのに低いな。なんだ、武器はあらかたもう分かった。まあ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 、武器は分かった。2択武器は、うん、突破ステータス HP でしょ。星4キャラ突破ステータスバグってるやついるからさ。そうなんだよな。HP 必要なキャラが攻撃力パーセントだったりするからな。そうなんだよな。あげるんだよな、脳が。HP、いや、こんな低くないよな、このキャラは。HP だけど。あ、でも、必要元素エネルギー80ってなると、あのキャラか。これ、あちし、自信ありですわよ。あちしも自信ありよ。あしも当てていくわよ。負けないわよ。それでは3人一斉に回答お願いします。せーの、キラバーバラ。3人バーバラということで3人とも正解です。よし、いやちょっと問題簡単なんじゃないですか。マジか、放棄だもんね。我々のこと舐めすぎじゃないですか。この発言を後に後悔するのであった。じゃあ続いて折り返しの4問目になります。 HP14450、 攻撃が244、防御548、必要元素エネルギーが70で、突破ステータスは会心率です。あ、これ分かったわ。なんか程よい感じのステータス来たな。まあでも HP14450 はもう冒頭限られるんじゃないか。あ、そういうことか。あいつ70だよな。必要元素エネルギー70かがちょっと不安になってきた。あ、たまにバグるよな。じゃあ皆さん揃ったところで回答一斉にお願いします。せーの、ヌビレット。イエラン、イエラン。あれ、あ、そう、ヌビレットと迷ったんだけど、ヌビレットは突破会心ダメだった気がするんだよな。あれ、会心ダメだったっけ、ヌビレットって。というわけで正解がイエランです。えー、間違えてんの。よーし、うわー、イナギさん恥ずかしいな。ちなみに親父さん関東でヌビレットは突破ステータス会心ダメです。だよね。あ、そうか。え、持ち向きダメ率だっけ。ダメ、 あのファントムキャラだからどっちもダメなんよ。突破も武器もダメ。そういうことか。そうだった。あー、悔しい。これは
油断しちゃったかな。やられてしまいました。これはいいっすね。このクイズらしくなってきたね。では5問目参ります。 HP15307 攻撃244防御696必要元素エネルギー60突破ステータスは会心率です。 HP 高いな。これちょっと悩むな。でも会心率だもんな。いやここまで高いのはだいぶ限られるから、うん、60らしい。エネルギーは分かりやすいな。まあ、あのキャラ、うん、エネルギーはやっぱでかいね。確かに確かに、あのキャラ会心ダメだし。もう俺は騙されないさすがにねもう騙されない。学んだ言いながら外す可能性も怖すぎるって。絶対裏切らないな。さすがにお三方原神配信者ですからね。おっと いきなりプレッシャー。プレッシャーがのしかかる。圧が。それでは回答の方お願いします。せーの、ブリーナ。ブリーナ、あー、まあ、まあまあまあそうやな。さすがに全員正解でございます。はい、よしよしよし。ここから私一つ提案なんですけど、まあ、間違えた身で言うのもあれですけど、一回必要元素エネルギー隠しますか。確かに必要元素エネルギーを隠した状態で回答したら、ここから2点にしますか。そうだね。なぎさん自分の首絞めてない、大丈夫。やっぱね、ここでみんなと点差をつけていかないといけないから。男気ね、これが。なるほど、そうそうそう、ここ2点ドーンと取って逆転していきますよ。一気に難易度上がるな、元素エネルギー隠されると。結構でかいよね、元素エネルギー。元素エネルギーと突破ステと、その数値までぴったり合ってるか分からんけど、なんとなく高いな低いなぐらいでさ、当ててきてるからさ、うんうんうん、じゃあ続いて6問目参ります。 HP12397 攻撃191防御771突破ステータスは元素チャージ効率です。絶妙なキャラ来たな。絶妙なの来た。これ待って、俺分かるかもしれん。これ俺もなんとなく予想はつく。基礎攻撃力の低さが、この数値はね割と知ってる人は多いはず。そういうことか。え、このキャラ元茶だったっけ。ちょっと待って、自信ない。いやでも元茶してそうな顔してるこのキャラ。まあ爆発が大事なキャラもしんないね。ちなみに2択でめっちゃ迷ってるけど。うわー、どっちだろうこれ。あなた元茶の顔してる。本当に信じていい。信じていいよ。信じちゃえよ。あなた防御の顔してない。それでは皆さん一斉にお願いします。せーの、ウンキン。ベネット、ベネット。うわ、え、ベネット、そんなに防御力高かったっけ。いや俺も迷ったもう一キャラはウンキン。ウンキンはさすがにこの防御力は岩元素じゃないの。いや基礎攻撃力見た方が良かったな、これは。ウンキンとベネットって一緒じゃなかったっけ。確かウンキンもそうなんだ、知らなかった。いや確か一緒だったはず、ベネットと。なんで覚えてんだよ。まあいろいろ皆さん記憶は曖昧だと思いますが、正解はベネットです。おお、やった。よし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 。マジかよ。自分から言い出して。いや、原茶で。か、あれ、ウンキンも原茶か。ウンキン原茶。偉いんよ。ウンキン頭から外れてた。嘘でしょ。ベネットなんでそんな防御力高いんだよ。おかしいだろ。点差をつけに行こうとしたナギさんが自爆しとる。あらら。やらかした。やばい。そもそもね、岩元素キャラの中でしか探してなかった、もうこの防御力を見た段階で。高いよなこれ。あ、だから迷ったよな、うん、俺も。ちなみに防御の数値はウンキンよりも高いそうです。あ、そうなんだ。マジかよ。ウンキンのステータスマジで分からん。強すぎだろ。一個提案です、一個提案です。あの最後基礎ステータスだけにして3点スタートにしません。じゃあこれで3点を当てて全員同点でハッピーエンドと。そう、3点一発当てれば同率1フィニッシュ。うんうん、うん、いや突破ステも分かんなくなったらいよいよやばいね。もうステータスが尖っててくれないと分かんないよ。じゃあ同率1位を目指して最終問題です。 HP13103 攻撃323防御799ステータスあれじゃん。このキャラあれじゃん。これ有名なんすよね、平均的に。あ、まあでもヒントになっちゃうか。割と有名。やめてあげてよ、そんなん言ったら渚さん外した時にとんでもないことになるだろうが。いやでも割とこれ有名っちゃ有名なんよな、うん、このステータス多分。ちょっと待って、合ってるはず。俺まだ察してないよそれ。確かにあのキャラはステータス全般が高かった記憶がある。俺の覚えだったら渚さん過去に散々なんか結構言ってたような気がするわ。今どうなんだろうね、さすがに。今はなんかのステータスはトップ10から外れてんのかな。俺がクイズ出した時はそのキャラは3つのステータスでトップ10に入ってたんだよ。今は知らんけど、ただそうだった気がするキャラが2人いて、どっちだったっけってなってる。また2択やな。なんとなくわかるかも、なんか言おうとしているもう一人のキャラ。わかる、うん、どっちだったっけ。想像してる2択この2人なんだろうな全員って感じ。さあ恥さらしクイズラストでございます。なぎさん、あ、 OK です、 OK です。恥さらしクイズ。じゃあ皆さん一斉に回答お願いします。せーの、国政。国政合ってるけど3人とも国政です。やばいです。そうじゃない。そうよな。ラストもう一回。お
お情けのもう一問ですか。お情けのもう一問、もう一回チャンス欲しい。今日えらい粘るやん。全員正解でね、ちょっとゴールなんて、そんなそんなね。いや、もう俺と増井さんツートップで走り抜いて、なぎさんとね差をつけまくるで、はい、それでもいいと思う。じゃあお情けの一問いきます。 HP12397 攻撃232防御712。はぁ、わかんねえ。もう黙って、これはわからない。これわからんな。おい、星4キャラだろこれ絶対。皆さん難しい問題をご消耗だから、いやこれはマジでわからん。なんだ星4なのか、それはちょっと怪しい。なんかどうなんだろう。星4にしては高いし、星5にしては低い。なんかよくよく見るとベネットと HP 同じだということは星4キャラという説が。いやわからん。この辺なんかなみたいなキャラクターはなんかね10人ぐらい出てきてるよ今。10人ぐらい出てきてるよ。いやいい感じなのいるんよな。よし決めた。それでは3人一斉にお願いします。せーの、ナヒラ、ミカ、ドリー。おー、3人最高だ。いやわかんないよこれはマジで。いやでもナヒラこんな防御力高くねえんだよな多分。ちなみに全員不正解です。いやだよな。まあ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 、まあ、じゃあわかりました。もう最下位は認めます。あの1位を決めてください。じゃあ次突破ステータスかな、お願いします。突破ステータスは元素ダメージバフです。ダメバフも多いんだよな。星4キャラと星5キャラ混ざってんだよな、ダメバフって。星4アタッカーなのか、とりあえずそこら辺も分かんないな。お、ちょっとワンチャンあるかこれもしかして。まあとりあえず近接キャラなのは確定だと思う。それでは一斉にお願いします。せーの、リネット。おー、カブト。おー、これワンいけるか。アーロイ。アーロイか。これはね、あのメタ読みです。クイズ出題者アーロイ落ち狙いがちなんで。なるほど、アーロイか。メタ読みしました。正解はリネットです。よっしゃ、よーし、うわー、リネット。終わりましょう、締めの挨拶行きましょう。早い早い早い。いやー、なかなかに手応えのあるクイズだったね親父。いやー、いい問題だったね。まあ、ということで今回は、全身ステータスクイズやってきましたがいかがだったでしょうか。まあ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 、まあ、答えられたら当然ですよね。まあ答えですね、当たり前よな、うん、ちょっとここまでボコボコにされるとは思わなかった。なんで仲良く2人でゴールしてんだよ最後。いやーまさかね。あ、でもリネットだったな最後。ちなみにアーロイって元素ダメバフなの、それすら知らないけど。元素ダメバフです、うん、ダメバフではあったのね、はい、あそこは合ってた。まあまあまあ、これは乾杯です。終わりました。はい、ということで、またねこのクイズ企画好評だったら続編やっていこうと思うので、ぜひ皆さん高評価の方よろしくお願いします。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 それでは今回2人仲良く優勝した増井さんとエジさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひそちらからお二人のチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。